徳島に行ってね、チヌとシーバスを狙いにね行ってきます。夜もチヌ釣れるらしいんでね、ちょっとわからん、県庁のあの辺の川がね、あのミエチヌがおるったらしいんで、 A とかもおるらしいけどね、 A はまあいらんけど、あの今からね、あの行ってきます。はい、スマのね、水族館前です。撮りました、今ね通過しましたよ。ここからねずっと海が見えてくるんでね、気持ちいいですよね。ここ好きですね、スマウラ公園前、ちょうど電車が来るんですよ、いつもこうやって。ここいいですよね、これ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 、新快速。スマの海釣り公園って最近聞かんけど、やめたんかな。はい、来ましたよ、淡路島渡ります。淡路島も下で行こうと思ったけども、ちょっと時間なくなったんで、もう上から行きます。はい、鳴門大橋ね、来ましたよ。大鳴門橋、どういう名前か分かりませんけど、バイク多いね、やっぱりね、いい季節やもんね。一番いい季節じゃないですかね、バイクね。2つあるんか、これ橋な、確か、ね、これ高速道路の GoTo トラベルとかでね、安くなったらいいな。下で渦ができてますよ、ナルトのね、ここ渦ができてます。タイとか釣れんやろうな、ここで。いいですね、淡路島もいいけど徳島もいいですね。はい、楽しみです。やっぱり橋1個だけか2個あったよね。ちょっとなんかナマズ釣れそうなとこ見つけたんで、ちょっとやってみたいと思います。見といてくださいよ、これめっちゃいいとこ見つけましたよ。ナマズスポットですよ、これ絶対間違いない、絶対おるやろ、ここナマズ絶対おるでしょ、これおらんかな、これおるでしょ、何かおるでしょ、これちっちゃい魚めっちゃおる。これ用水路見たら興奮するよね、これなんかちっちゃい魚めっちゃおんねんけど、なんやろう。いいね徳島、これめっちゃ出そうやねんけどな。ちょっとね、こっちにも川があるんでね、今の続きやな、これ何川なんかな。で、ちっちゃい魚いっぱいおるやんけ、魚いっぱいおったで、今なんか魚おったで、魚おったけど、そこにね、シーバスおったんですよ、シーバス、シーバスがね、見えたんですよ。おるおる、でっかいシーバスおる、あっ これやばいな、どうしようかな、でっかいシーバスおる、あっこ、あそこ見えます、でっかいシーバスおる、でっかいシーバスおる、あかんな、見えシーバス釣れへんかった。チヌがおれへんやん、全然三重チヌが。おったおった、チヌおった、チヌおった、チヌおった、
1匹釣れましたけどね、取れてなかった。1匹釣れましたけどね、あれ、取れてませんでしたね。競泳ストアですね、競泳ストア着きましたよ。ではお買い物してきます。はい、これね買いました。これね、焼き丸くんポチりましたよ。これはね、ヤフーショッピングです。ヤフーショッピングでね、5000円ぐらいでした。じゃ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 ーん、でーん、ね、これがね、ここに水入れるようになってます。水入れるようにね。おっと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 、下が熱いんかな、大丈夫かな。ここにね、水入れるようになってますんでね、水を入れますね。一応ね、煙が出ないって言ってましたけど、あとお箸とね、買いましたよ、いろいろ。お箸とね、塩コショウね、塩コショウ。でガス入れなあかんね、ガス。ただの空き地でやってますただの空き地でやってます。見えてますかね、これただの空き地ですよ。明智光秀ですね。はい、これで、おお、おお、ついた。当たり前やけどつきました。お乳ですからね、お乳ね。これなんか、え、熱くならへんやろうか。はい、いろいろね買ってきましたよ。これ野菜ね、焼くのに、まず乾杯です。まず乾杯。これ見てください、これもずくガニ生きてますよ。これ見て、見える。これこんなんスーパーに売ってるんですよ、こんなでかいガニ。これね、395円。明日もっとおったら買っていこうかな思って。生きてます。これ持って帰ります。持って帰って味噌汁にするか買おうかな。めっちゃ元気ですよ、こいつ。素晴らしいですよね。はい、今日は痛いじゃん、かまんな。これね、当たり目とかね。はい、じゃじゃーん、国産牛です。これはね、あのご飯のお供に買ったんですけど、これなんか小豆島塩昆布。これね、鍋が欲しかったんでね、鍋を持ってくるの忘れたんで、はい、これ牛レバー、細切れ。これは明日食おうかな。はい、これアヒージョです。アヒージョ見てください、アヒージョ。これをするのにね、これあの鍋を忘れたんで、でおにぎりこれ60円、4つ買いました。はい、そんな感じですね。今日はとにかくおにぎりを2つ出しておきます。でこの鍋をね、これを使ってアヒージョしたいと思います。これを一旦出します、どっかにね。どこに出しておこうかな、ここに出しておこうか、ね、このね、鍋を使うんで、天ぷらとこいつらを出しておきます。こいつを使いたいんでね、こいつをね、こいつを後で使いたいんで、まず乾杯。はい、お疲れ様です。これノンアルコールビールやろな、ほんまに分からへんなるわ。最近お酒やめてね、もう1ヶ月以上経ちました。全く大丈夫です。大丈夫というか、もうお酒やめたくて、もうやめてよかったです。本当になんでお酒飲んでたんやろうって思います。今までやめてしまったらね、なんで飲んでたんかなと思いますよ、ほんまに。マジで本当にやめましたからね。これをね、持ち上げるやつがね、どっかあるはずなんですけど、ないわ。これでやな、こうしてできるかなと見ましてね。できるわ、できるわ。
ほんならね、これをね、アヒージョ、もやしはね、あ、今度食べます。ああ、ちょっと、はいはいはい、これね、どうしようかな、もう全部やってもらおうか、ね、全部やってもらいます。もう残しとってもしゃあないんでね、食べきれへんけどね、全部やってもらいますよ。これタレも入れてもらったタレをこれ入れんのかな、もう最初から。そうやろうな、多分。ちょっとよく分からへんけど入れてます。手ベチャベチャになってます。ティッシュ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 、どっかティッシュあったよね、さっき。車のドア開いたらね、ピー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 やつ、これいらないんですよ、これね。思いません、皆さん。これ椅子しんどう、これ。これ椅子しんどう。この椅子しんどい。この椅子ね、しんどいです。ちょっと椅子変えますわ。焼肉三種盛りいきますよ。焼肉三種盛りいきますよ。焼肉いきますよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。焼肉の前にね、アヒージョ行きますよ。このまま炒めたらええんやろな、アヒージョって。あんまり食べたことないけど、うちの娘が好きなんでね、これ蓋閉めた方がええかもしれん。今徳島のね、全く分からへん空き地です。はい、一人でね、アヒージョ作ってます。この後ね、焼肉をね、焼肉をやりたいと思います。全くどこか分からない空き地です。そもそもアヒージョってなんやねん、うん、イカ行きますわ、イカ、イカ食べますわ。うん、この当たり目めっちゃうまい。焼きます、当たり目焼きます。さっき言ってたよな、俺蓋がいるそうな感じ。蓋がないんでね、今度は100均でね、鍋買ってきます。やつを揃えようという気はないですね、まだな、今のとこ。こういうことでしょ、こういうことでしょ、こういうことですよね。うん、おいしい。うん、めっちゃおいしい。じゃがいもとかこれ火通ってんねや。エビとかだけこう炒めたらええやな。これかぼちゃも火通ってるんやろな、これ多分。焼肉します。焼肉、こっち置いとこ。これ食えるかな、初めてなんですけどね。初めて使うんですけどね。これからいこうかな。はい、じゃじゃーん、焼肉いきますよ。いきますよ。よし、ここにテーブルを置いて焼肉いきますよ。これニラもやし買ってきてんけど、ちょっと焼こうかな。この椅子しんどいわ。なんでこんな椅子持ってきてんやろ。鉄板ちょっと温めます。そして塩コショウを振って、問題があるんですけど、タレ持ってきてないです。タレを持ってきてないです。忘れました。これもね、レバーもタレがないんですよね。タレがないんで、バカタレ。まずね、まず牛肉いきます。
忘れたけどね、まあ、塩コショウでいい、十分でね。おお、おお、これこれはいいぞ。いいね、いただきます。うまい。うまい。タレいらん、タレいらん。実は欲しいけど。うまい。これどっちだったかな。うまいぞ。うまい。レバーをね食べたかったんですけど、味がないちょっとね。レバーを食べたかったけど味がないねんけどね。ちょっと野菜も焼きますね。この後ね、銭湯行ってきます。運転ね、できますんで。運転できるからね。免許持ってる意味ちゃうで。ビール飲んでないですからね。もう酒やめたから。あ、うわ、煮られば炒めできた。煮られば炒めてきた。レバー、ニラがちょっとだけあるんでね。うーわ、あーあああ。煮られば炒めてきた。めっちゃうまいやんか。うん、うまい。あ、うまいわ。国産やからね、うまい。国産のレバーうまい。マジで外国産ちゃうよ。外国産ちゃうよ。これええわ。これ塩コショウ持ってけんかったらもう最悪やったよな。生でいけるんちゃう、これ。これ火をね、こう緩めれるからいいよね。あの炭じゃなくて火消えませんよ、これ風がちょっと吹いとっても。うんうん、火加減がね、いいです。これ片付けました、片付けました。よいしょ。ちょっと車中泊のね、あの用意せなあかんな、ね、寝る用意せなあかんな。ちょっとね、ちょっと小雨なんですよ。雨降ってるんですよ。ほんまにあの傘がいらんぐらいの雨が。ちょっと片付けないぐちゃぐちゃや、ほんま。ちょっとね、こんなぐちゃぐちゃなんですよ。今から片付けます。水槽ね、なんかナマズでも持って帰る。いやー、テンション下がるわ。風呂もね、閉まっとったしね、ほんまにちょっとね、遅かったです。さあ、ね、いつもやったらね、ここでお酒飲むんですけど、お酒やめたんで、これね、コーラ。これでね、これで。まだ釣りしてはる人おるな。では皆さん、車中泊ね、寝ますんで。おいでください。見てくださいよ。通ってええんかな、怖いな、あんなとこに行くの。水つくんちゃう。